まあ、大阪としてはファウルには気をつけたいですね。はい、落としてシュート、決まった。アルトゥールの同点ゴールが決まりました。やはり決めてきましたね。いや本当にこうやって簡単に入れてしまうんですよね、はい、アルトゥールっていう選手は。もうシュートスピード速くて今どこ入ったか全然分かんなかったんですけど、あファウルですね。はい、まあ、寝そべってこう下のコースを切っているんですけど、その上をギリギリ通るぐらいの低めのシュート、ね、シュートスピードがすごいですね。どちらが狙ってくるか。アルトゥールがなっ、おーっと決めてきた。すごいところ、直接決めてきました、アルトゥール。いやすごい、二遊ですか。はい、突き刺してきました、今シーズン突き刺しましたね。はい、今アンドレシート選手が打つふりして外に開いたんですね、はい、それは壁の内側の選手出ましたよね、はい、そこのコースに、あ、外から巻いてるな。さあアンドレシート助走に入りますが、どういった策を講じるか。もう蹴る前から駆け引きしまくってます、アンドレシート。どうするか、アルトゥールもいるが、アルトゥール、うますぎました。名古屋オーシャンズ追加点です。いやー南さんいかがでしょう、シュート。いやーもう圧巻ですね。なるほど、もうあっけに取られてらっしゃいますね。ここからこの、はい、なるほど、本当に当てないような本当、うん、隙間じゃないですけど、そうですね、そこ狙ってますもんね。サテライトの監督も継続なんですね。そうですね、戸辺シュート決まりました、ゴール。アルトゥールのボレーシュート、ディフェンスブロック入ってコースが変わって決まりました、3対0。あー、そしてここでブザーが鳴ります。バサージを置いた、たまらずタイムアウト。あー、なるほど、23番ジョンの右足に当たってコースが変わって、ゴレイロ橋野はちょっとノーチャンスですね。そうですね、はい。さあアルトゥールゆっくりと助走に入ってゴレイロを見ながら、いやまさに顔の横バーにバーを叩いて決まります。めちゃくちゃうまいですね今の。この精度は何と形容するのが適切なんでしょうかね。戸田選手、はい、おそらく、はい、ファールだったんですよね、距離不足。あ、なるほど、少しブロックを入れてくるような形。お、アルトゥールのロングシュート、これが決まった。名古屋オーシャンズ6点目、アルトゥールのパワープレー返し。もう突き払ってましたね、少しもう時間としては冷静なんだろう、落ち着ける時間がありましたもんね、はい、シュート打つまでも爆発的なこうスピードといいますか、はい、スプリントかけて人数をかけられるかどうかっていうところですかね。さあこれアルトゥール出してアンドレシート、ーすごいですね今アルトゥール選手、今 2,3 人に囲まれたとこ、こうパワーとテクニックで剥がしてきましたね、はい、はい。そして最後もアンドレシートのお手本のような左足、ここですよ、くるっとルーレットから、もうなるほど、奥でブロックして3人ぐらいで、ね、はい、8番のアンドレシートどこを使ってくるか、戻してアルトゥール、名古屋追加点3対0。決定力ありますね本当に、はい、まあ、でもまだシュート直接シュートをまず決められているので、はい、そこ気になっちゃいますよね。なるほど、あ、これは柳井としても、なるほど、足を開いて、そうですね、滑ったりするときって、はい、いや決まりました、ゴール、アルトゥール。あ、これは大阪としては痛い失点になりました。痛いですね、ただ、はい、あの距離やはり決めますね、はい、思いっきり打ってるように見えないですよね。いや本当ですよね、今のスピードでだいぶ巻いてましたよね今ね、はい、見てみましょう、ここからです、インフロント、インサイド、インフロントでカード、さあダルランからアンドレシート、あ、アルティー、いやーすごいな、岸翔太を寝かしつけてのシュート
決まりました。4対3、1点差。いやー、北原さん、はい、なんというゲームでしょうか。方法なりますよね。はい、その前のアンドレシートのキャンセルもそうでしたし、はい、ここのアンドレシートうますぎでしょ。あ、ワンタッチで、そしてアルトゥールもワンタッチで打たずに、はい、別の角度からご覧いただきましょう。ここもう一つ運んでのこのループシュートです。決まりました。お見事です。はい、